さすがだな、リック。何ですか今の魔法は。二人とも魔法なんて使ってないよ。キュン。身体強化を使っただけの肉弾戦ですわよね。はい、数十回の打撃と受けと回避の応酬の末にリック様が糸切りを使ったのです。の領域にたどり着くことの難しさが理解できてしまいますわ。それにしてもすごい気迫ですわね。先ほどあなたは何を伝えたんですの？それはですね、リック様。なんだ勝ったら温泉旅行に連れて行ってください。勝ったら二人で温泉旅行。本気ですの？温泉旅行ってことは泊まりがけですわよね。 つまりそれってあの二人でその、はい。試合に集中しますわ。はい。